ザ・カンナクラブです。ギターボーカルの辻丸です。リードギターの長尾哲平です。ベースの真宏です。ドラムの岸修です。お願いします。いやー、最高。なんかこう、なんだろうな、やっぱ下北沢っていう特別な、僕たちにとっては特別な場所で、またライブできたことが何より嬉しいし、お客さんもサーキットフェスってことでいろんなバンド見れる中で、こうやって僕たちを選んでくれて見てくれたことが何より嬉しいです。一回初めて来た時が8月の後半、下北沢モザイクでやらせてもらって、初めてやったのにアンコールももらって、なんかこうツアーなのに、なんかこう地元でやっている感じ、自然というか、こうやっぱ東京の人って冷たいイメージがあるのに、どこの県よりも暖かくて、すごいやりやすかったというか、打ち上げもすごい楽しかったし、で、帰るって言われてたのに、俺は朝までずっといてしまったし、朝6時までいたし、まあ、そうですね、またやりたい、またやりたいですね。バンドザ・カンナクラブというよりは、やっぱ僕がすごい憧れの場所というか、やっぱ絶対一度は下北沢っていう場所でライブをやってみたいって思ってて、で、実際やってイメージは変わらなかったですね。もう憧れはずっと憧れだったし、今日やってもやっぱり憧れの場所っていうのはちょっと変わらないですね。腕のエピソードあれじゃない、歩き寄ったらたまたまザ・ツーのメンバーに会って写真撮ってもらって音源も渡した。一番好きなバンド、サラバーズっていうバンドが一番好きで、でザ・ツーたまたま歩いてたら古舘さんはいなかったんですけど、以外のメンバーがいて、もう速攻、雑じゃねっつって、速攻走っていってっていうのが一番の衝撃的エピソードというか、ね、思い出というか。じゃあ今日は本当にありがとうございました。以上、ザ・カンナクラブでした。